いやー、ここの氷を使ってなんか作りたいね。プーレイ。ここに今ずっとこう成果物として掘ってるこの道ね、ここにこうやって置いときゃまあ戻ってくるだろうね。もう一回作るからな。はい、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました。はい、マグクラ17話目ということでね、着々と進んでおります。これが前のやつかね、これ今日はあの20日の動画ってことになりますね。氷室大王ということで、これ氷室ね、氷室と書いて室ね、はい、室を作りましたということで、まあなんかこうここあのなんかなんていうんですかね、絶壁感ちょっと気にならないっちゃ気にならないんだけども、まあそれなりに作らせていただきました。鍛冶屋みたいなのと取引してツルハシを取ったりとかってことも進めてたし、おやっ、まあいろいろやっとるわと。はい、こちらのチャンネルは年末年始の画法毎日マイクラフト動画をお届けするチャンネルでございます。夕方たまに生配信、ミルダムではさまざまなゲームの配信そして公開収録を行っております。マグニーと申します。以後お見知りおきよろしくお願いいたします。本日もミルダムでの生放送を行っているところでございますが、進めていきたいと思います。今日は、氷使ってなんか作りたいと思ってます。かぶったな。やってまいりまーす。やってまいりますここ最近行き来するじゃない、こうやって毎回村と結構な高頻度で行き来してんだけど、もうそろそろめんどくさくなってきたということで、もう道をつなげたいんですよ。全部馬で、走っていけるようにしたい。まずはね、村人を連れてくるのはその後だとしてもサクッと渡れるようにだけはしたいっていうのがあるんですけど、だから今日はね、氷たくさん昨日の、動画の方で稼がせていただいた稼がせていただきつつね、氷の洞窟、室をね作ってね行ったわけなんですよ。それがまあ目的だったとミスった、目的だったというかね、もうここつなげればまあいいんですよ、ぶっちゃけね。ここさえつながってしまえば、あ違うか、もう一箇所かつながってしまえば、もう馬でねさーっと行けるんで、そこまではやりたいなと思ってます。ほいでまあ村と行き来ができるんだったら村人とのね、村人を育てやすくもなるし、まあ連れてきやすくもなるのかなということで、まあここに今ずっとこう成果物として掘ってるこの道ね、いつ出来上がるんだって話なんですけど、まあ1月中には完成させておきたいなってとこあるけど、完成させてまあ村人を拠点の方に連れていけば、まああっちでね増やして、あーだこうだして、なんだったら最終その初期リスで製鉄所作るのに利用させていただいたりと、いろいろと考えてます。 OK、 じゃあちょいここの村の木こりでもするかね。でもね、はじめキャンプをね撮るときに、やっぱはじめねキャンプそのものがわからんのよ。そっからスタートだから、うん、そこが大変だったってのはあるな。なんでもそうですよね、初めてやるゲームとか大変だもんね、操作がわからんかったり。イエーイ、村かなり開けたと思います。どうだろうね、これ俯瞰で見るとまただいぶ違うんじゃないか。ここもね、ここで落ちましたからね俺前ね、村の方も整備これでなんかできそうな気をしてきましたよ。まだか。あ、寝れた。おいや、え、これヤシ3ついる ?3 人2人しかいないと思うんだけど、でそろそろ出よう、そろそろ出よう、そろそろ出ようよ。潰そうかな俺のこの缶オケ。ティンティティ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 、あ、就職した、就職したわ。よし、皆さんエメラルドかなり稼げた。もうこれ広げとくわね、またここに集合しちゃうから。育てた道具価値いない。あれ、転職はもうしないはずなんだけど、ここにこうやって置いときゃまあ戻ってくるだろうね。もう一個置いとくわ。多分じゃあこのブロックを見つけたら来てくれるんじゃないかと思う。ってことで君を育てたい。そう変わらんな。でもちょっと安いっちゃ安い、安いっちゃ安いわ。効率強化、え、効率強化、うん、うん、お、うん、やっぱさ、もう一人どこ行ったんだろう。それだけがすごく心配な私である。登録やっぱいなくなってるな。例のここに落ちちゃった事件か、ここか。あ、いた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 、君だな。効率強化3だからな、こっちは。おーしおしおし、発見。もうこうなったらここに落ちないようにしていくしかないね。ここはね、皆さんお忘れのことかと思いますが、東大生の村なので IQ めちゃくちゃ高いんですよ。
行け。戻れるの分かるよな。君だったらこっちからもう帰れるの分かるよね。ほら、登れる道がそこにあるね。行った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 。これが東大 AI だ。東大クオリティ。よしよしよし、よくやりました。いやいや、よくやりました、よくやりましたよ。なんとか落ちたんだよね。最高ですよ、みんな。お前ら最高だ、本当に。ふふー、ここでもここ落ちないべ。さすがにこの高さとなるともうこれで大丈夫だと思うんだ。よし、あそこだってもう2回も逃げたからね。効率強化3のダイヤツルハシで、ダイヤ斧いただきまーす。じゃあ次は師匠だな。ごめん、今農民必要ないんだわ。よし、いた。おい素人、本棚な、本棚いるな。でも本棚よりか今はって感じじゃないですか。これはありだな、これはありだわ。ただエメラルドが足りない悔しさはあるぞ。効率強化はめちゃくちゃありだと思うんだよね。3でも相当やっぱり効率よくなると思うので、君に決めた。お前らが頼みのクラス18で取りに行ってたら効率強化いろいろ持ってきますよ。電池で使いたかったけどな、正直。1個もらっとくよ。で君だ、フックス耐久持ってきてくれ。耐久1、じゃあちょっともう2でもいい、2でもいいのよ。宝釣りさん、これもいただきだな。これも皆さんいただきでしょ。ヒヤッフー。じゃあこれこのまま置いときますね。自由に歩き回って、じゃあね。今回も村人との取引でね、結構ね、まあ、金は使えなかったにしろ、宝釣りとね、効率強化3ゲット、できましたので、帰ってちょっとつけるか。それで今日も成果物制作に移行しましょう。念のため新品の釣り竿に宝釣りと Yes で、効率強化をこれは鶴橋 Yes いつ登録するの？今でしょ。では本日の成果物作成参りたいと思います。今日のが終わればもう馬での行き来ができるぞ。それではよスタート。木から氷の橋、じゃじゃん。これまず1個目ね。これまだ1個目だからね。もう1箇所作るからな。今回これ変化していく感じで作ったと思うんですけど、もう1箇所実は作んないといけなくて、そうじゃないと馬での行き来ができなくなっちゃうからね。できる馬で行き来したいがために今作ってますから、もう1個だけこうよ。
あ、録画してない。ナイス。スタート。二つ目 J 氷の橋完成。よし、いいね。今日は成果物二つという形にさせていただきました。別に一個でもよかったんだけど、これ結構距離空いちゃってるから、もう別作品としてね、もう設定しとこうと思います。せいや。そんなに速くない、馬がそんなに速くない、馬がそんなに速くない。なんやったらちょっと遅いぐらい。えーれーれー、遅い、めちゃくちゃ遅い。やばい。ちょっとまあ、ないよりマシだぜぐらいのレベル。馬探すかな。おっせー、まあ、歩くより早いんだけども。雨？すや！雨も上がりなさい。ほな。